ついにこの日が来た。さあオーディションだ。緊張している。すごく緊張してる。もうダメだ。その緊張かわいい。っていうかドニマルは緊張してる。感情が読めない。うん、そうだよな。ついにこの日が来たんだもんな。ついに登場、新 iPhone。 信頼のネットワークのドコモで。よし行こう。頑張れ。本日発売の iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、あれはどれが気になってらっしゃいます？僕はスクリーンが大きい方がいいので iPhone 11 Pro Max がとても気になってます。トリプルレンズ、トリプルカメラでもついていて、とても楽しみにしてます。前まで1個しかなかったじゃないですか、カメラが。2個もプラスされたと思って、どうなるんだろうと思って。そうですよね。新田さんは iPhone 11 Pro Max 選ぶとするならば何色を選ばれますか？色ですか。新しいの気になりますね。やっぱり3色の中だったらゴールドかもしれないですけどね。新田さん、この美しい大画面にどんな期待持たれますか？そうですね、僕は先ほども言ったように大きい画面の方が、移動中とか動画を見ることが多いので、より美しくなったスクリーンで何が見れるんだろうなと思って。そうですよね、ドラマだったり映画だったり、はい、結構待ち時間って長いんですよね。そうですね、よくあるのでよく動画見てます。どんな動画ご覧になってます？どんな動画？作品から動物まで。ちなみに新田さん、アップルウォッチは利用なさってますか？はい、利用させてもらってます。ありがとうございます。先日イタリアに行った際に歩数を稼いでました。とても歩くので、いつもそれで買い物もできてしまうので。はい、もう持ってこれだけでいいっていう感じが楽しんでいただけると思いますけど。イタリア歩くとなんかもう景色がすごく綺麗なので、はい、そうなんですよ。なんかいくらでも歩けちゃう気がするんですが。いくらでも歩けます。